水俱乐部。猫。あれは。あの、いかがですか？ワインワイン。私、この店の店長のヨーダと申します。この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラ。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたら、この機会に。わかった、案内頼むわ。もちろんです。お客様、お待たせしました。あ？当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。よろしくお願いします。おう、よろしくな。それでは乾杯しましょうか。おう、尴尬の气氛。乾杯。这个尴尬感。あの、すみません、私こんなんで。いや別にいいけど、でもほんまにあんたナンバーワンなんか。いや、いいぞ。ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけど。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？なんやそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラは閉店って。どうしてや、そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。それだけじゃ。簡単に言うと嫌がらって。嫌がる？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で金。ほう、証拠なんかないけれど、あんなひどい。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立て付けようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に
断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思う。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように。まあ今日は引き上げましょう。た何度来ても同じだ。私の決意。頑固ですね。まあそう言わ。ああそうだ。我们家店都有一个牙医是火野的店。東京に住んでいらっしゃるんですね。いや可愛くてびっくりしましたよ。それにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。干，为什么 Siri 突然跳出来？さあ、私はくれぐれも。店長。どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな、店長。あ、お客さん、すみません。気にするな。それにしてもなんなんやあいつ。蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで、蒼天堀、もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべく、しかし彼らファイブスターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果、蒼天堀に残っているキャバクラは。なるほどな。そうなりゃ確かに。しかし、なんであいつらは。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを毒す。キャバレーを潰す。はい。なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめ、彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することで、そこに。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することで、キャバレーに対抗する力を手に入れた。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できる。ええ、でも度重なる嫌がらせと圧力で。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続で、このままではいずれにしても近いうちにもう奴らの要求を飲むしかないんですかね。しゃあないな。来帮忙了。実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんだ。大量は。グランドの支配人って確か敏腕とおばあさんの。まあな、俺としてもそのファイブ、俺と一緒にこの店を立て直して。いいんですか。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラ中業務形態。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。真島や。真島さんですね。何とぞよろしくお願いします。自然还是解决不了他女儿被威胁的事吧。ああ、ええ。何やて？ええ。
随便变成了。OK。あの。强迫要听一次。啊。可以在战斗中使用新的招式，谢喽。啊！それじゃあ、はい。うん？ほう。はい。それじゃあ。趣味の話ですか？私の趣味の話をすればいいですよね。ああ趣味ですよね。何かあったかな。趣味。あっ。ん？はい。私無趣味でした。おいおい。だって私本当に無趣味で。用レビ可以移動視角。趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。ちょい待てよ。え？あ、なるほど。確かにそうですね。真島さんって意外とよく気がつく人ですね。かわいい。私なんて盆栽歴8年くらいですから、盆栽界の中ではまだまだひよこ。趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。話したらいいか分からなくて、どうすればいいんでしょう。总之先夸奖对方。それじゃあ褒める？顔とかを褒めればいいんですか？ああ私、真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。勝手に変な眼帯してませんね。ちょい待てよ。瞧不起は。あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。何言ってるんですか。
私だって特技くらいありますよ。太子喜欢跟小雪说话。ですね。よく私よりに好かれたりしますよ。あ、確かに。私はおじいちゃん子なので、お年寄りのお客さんと話してる方が自然に喋れる気がしてたんですよね。おいおい。マジマさん。すいません。ありがとうございます。かわいい。それじゃあ。若いお客さんも多少は回してほしい。苦手なこと、もうそうですね。你真是不适合当酒店小姐。それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。有点萌，感觉他超可爱的。まあ確かにそうですね。真島さんとは私普通に話せますね。それはないですよ。真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。何やと？可爱，可爱，看喜欢他的声音。お疲れ。到后面练起来超强的，哇靠！双马尾，母汤，酒店小姐这样浪线，有点奇怪，这样还不错，不错，决定了。可以变成米库斯，这他妈有太多细节可以玩了吧？这还可以捏脸呢。
好笑哦。这还可以捏脸，这也是要死。造型跟水冲只能选一个喜欢。这已经啊，只是化妆没有捏很多。百万名表。他只有一个选项就买了，是吧？我不知道。好，好啊，那就嗨起来。没好，完了，被骂了。我没有骂你。要。哎，这个没有什么数值变化的样子。看不出来，我哪知道啊？好啊，不变，眼线呢？你要不要玩？捏不下去，我要放弃了。我准备要把它全部不变了。你要玩吗？可是我，因为蛮远的这些，啊，这就这样用完就会滑下去了。它不会滑，这个哦，这不会滑，不会滑。这个地方就要玩超久了。没有啊，我可以完全不玩。
方也好要，可以让我的酒店红牌稍微正常一点，白眼，让我的红牌稍微美一点。你又看不出来差别，我会 care 一些小细节，可以正常。越弄越老，人家原本清纯又可爱，原本右边那个是他原本的样子。那你就不要这个发型。想要把它换长发。刚刚不是有另外一个怎么回去按完成？完成选择此设定吗？他可以装啊，这个是什么？这个呀，对啊，这个是什么？可是干这样看，现在这样看腮红反而很不行。我也觉得上面那一包到底是最重大的，他如果没有上面那一包的话，这一点也蛮好看的。不然就是要选钱啊，你是喜欢黑发？怕黑发。错了，不错，就学啦。重点是要好看、啊。黑长直很赞赞。对啊，你不是说你喜欢黑长直白发哈？哦，其实这样也蛮好看的。你跟我说你是什么？换这个。化妆系。可以换，可以选服装。哦。服装还没换过。你刚不是换了吗？没有换。但我觉得有个医生，他这个好像已经准备要去房间了。
结果就不想做指甲子，很可怕。可是毕竟是那种做红牌的，就是做这种，就是他们就是要做，就是会要比较奢华一点。我是没有很喜欢做指甲。你这样。是要到这种店，然后跟他讲说我要来一个清新脱俗的女孩，他们还出来。我没有要清新脱俗啊，他可以长妖艳贱货，但不要做指甲。妖艳贱货都没有指甲。看到底为什么妖艳贱货就要做指甲？就比较有展示的感觉啊！不行，我们现在一直乱讲话。完成了。我的小雪。叫小雪哦，有啦，这个造型蛮有小雪的 feel。我看两个字。看，我觉得后面这两个没救了。哎、欸，不一定啊，改个发型就有救了。可以选别的、不能改其他的。不能吗？不知道，后面两个不能选。还原输出什么意思？就这样。家电。女友帮男友打造心目中的红牌，感觉很微妙。不会啊，我是在打造我喜欢的红牌。这两个是不是没救啊？我是，我帮你改。全部三角形。我帮你改。不是他，我不知道他为什么不能选呢？改，对啊，玩打扮，他就只有这个。所以你只能选一个，他就是要你忠心，你只能点他的台，你不能点其他两个人的台。他就是故意让你其他几个不能用。是吗？是这样吗？出行队员有点好编制，就是这三个还是这样。我想试试看弄另外两个造型。其实没得选。专业。哦，只有白金等级才能改。白金才可以选。哦，他后面有写他的那个阿卡皮卡。哦。他说只有 P 的小姐才能化妆。お客様。いらっしゃいませ。看，只有这三个小姐，后面而且有两个不能看。哎、欸，她好正哦、喔，小雪好正哦、喔。风化岛。啊，不就还好，小雪是可以那个改造的。在营业员竞争创造高业绩。而且刚刚进去的时候，他们还有那种朦胧的朦胧雾眉狂喜状态。干！我开始想放弃这游戏了。你先说，控制小雪来达成业绩吗？我不知道。贫穷。他写他，不是让他看起来对应一个笑脸。看。哎，他的条特色是那个 sexy。いらっしゃいませ。どうぞこちら。他说什么伺候各位小姐在呼叫你？哇，这个会生气，你只能给他小雪。刚说什么？就你看他下方，他有写说伺候各位小姐在呼叫。为客人代替一号桌。哎，我点了。Happy 耶！四号桌小姐在呼叫吗？但是我要怎么让她有？按决定是怎么样？
願いします。哦，直接换人哦。啊，换人。他不开心了。不开心了。又开心了。看不看你这个？看哪个？中途换人。他去哪里？哦，我这样换过去。可愛いね。可愛いね。可愛いね。Are you crazy？ 来了。お待ちしてました。美人だね。哦，美人だね。いらっしゃい。どうぞこちら。新客人了。快上啊！盛り上がりましょうか。すごいタイプだよ。ありがとうございます。还有两分钟，一号可以带出这款，但是还是快受不了了，该休息，我要等他去休息，就按决定吧，有吗？我不知道，还是因为你现在没人不能换？哎，那小姐要怎么在这里啊？是可以抽啊？抽吧。快爆了，买单，好，买单的意思。ご延長はいかがでしょう？なるほど。这是什么？是佛家子家事。ありがとうございました。拒绝。可愛い。你今天就是一个酒店经理。对啊。どうぞこちら。嬉しい嬉しい。皆さんにようこそ。一換他就生气。お願いします。一換名こちらになります。看，看错了。他刚是不是有一个什么手势？ようこそ、サンシャイン。他好像对我打暗号的样子。对，但不知道什么意思。よろしく。这个能换吗？不能换。这个生气气，我要怎么办？那有办法吗？哎，突然笑了。哎，不对哦，他只换了谁？然后换小爷。好厉害！你们这帮。到了，谁就生气。看，这些人真难伺候啊！这些人。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。生气。看，好好难伺候哦。可以按 R 让客人开心。你们是谁？哦。看，大家都。狂喜时间。大家都开心。いらっしゃい。よろしくどうぞ。好 happy 哦！哎，营业额突破500万。耶。送上高级伴手礼，こちらになります。耶，口碑效果粉丝增加了。耶，お願いします。对耶，开心的样子。こちらになります。耶，成功。这是
客人 越多人越有钱。获利146万。哇，大成长。好像你刚刚给那个高级礼品就要100万哦、喔，六万、啊，ありがとうございました。加起来、欸、哦，礼品是100万，是不是？好贵。获得你来的，哎、欸，在路上挖角。诱拐女孩子，先让木村实来上班。合作文书。该好复杂哦，这游戏啊，玩一次就想放弃了。问过我这一关呢、啊？哎呀！他也是一个什么经理，是不是？什么店的？你知道哪一个？就是现在来找茬。对啊，他们就是别的 club 的经理，别的什么公关俱乐部的经理。嗯。这懒人不适合人龙，哎，我真的不适合人龙。他小游戏每一个都不让我想玩，我觉得他剧情很有趣，但是我实在是懒得玩他的小游戏。风化夜帝王，哎呦，不明女子，他有正感。去别的 club 工作完再去自己的夜总会工作，然后现在天还是亮的。他们刚刚只做了5分钟，是开了，太笨死了，挡路啊，假妈的。高中生，哎，你要不要来我们的店里上班啊？你干嘛把他分散？散开！笑死！古兰朵。支配人、すみません、よろしく。あ？ホールのお客様が支配人と。どんな客や？どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。支配人。すぐ行く。どこのテーブルや？ご案内します。こっち。就跟随服哦，这好方便，你就不用移动。对。哎，哈哈哈哈哈哈！我操！
你这是个告别。支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか。ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、なんてやったんか。グランド、いいお店。全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それと、こちらの患者は俺持ちや。頼む。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた、怪我しとらんか。ああ、いいよ、もう。こっちの方が人数多かったし。あなた、ほんと強いよ。李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その理由はどねした。なあ、そうそう、私李さんのお使いで来たよ。喝到忘记。李さん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私伝言頼まれた。哦，干两点半了。伝言？玩一玩不知不知不觉这么晚。私まだやってないよ。李の電話ないや。あなた、これからすぐ店抜けられるか。なあ、なんで？お店出たら、あなた自分の家に向かう。支配人さんの。いや、蒼天堀沿いや。ああ、ご都合ね。李さん、あなたが家に俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私、伝言伝えるだけ、よく知らない。想要跟踪你。わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？爽喝。はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私あなた大好きよ。先离开店。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマゴロ。昨夜は世話になったな。昨夜どちらさんでしたっけ？わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、お前ら、ああ、想起来呀，不是装死，是真的忘记。女さらいに来た連中が、何や、そ、どれ、なんであの子が狙われとんのか、舐めとんのか。ゆうべは油断したけど。わしらもなりふり構ってられんのや。国道をなめとったらあかんでくれ。哦，这种最适合跳舞了，跳起来，跳起来。听进来，我的妈呀！你老，你老。
弗兰德武王居然吃了庆忌。又吃庆忌了。要死啦，要死啦。我被射死了。跟我被开了好几枪，科技碾压。又射我，你的妈呀。又想射我啊。又射我。你妈的，又射我，你妈的，再射我。大胡果然还是一副两手枪吗？不可能。打不赢我，大阪武王。どんだけごついね。なんなんやお前。逃げんな。俺に用があったんとちゃうか。くそ。こっちも聞きたいことがあるんや。来た。店の前で何やってんだ。支配人。佐賀。わ、被抓到了。なんかトラブルか？らしくねえな。別に何でもあらへんわ。なら店ほったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだよ。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。でてっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やで。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。報告、連絡、相談、上司と仕事するときのいろはだろ。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとく。はあ、差不多水了。要不要收工？但是我有点好奇这段会有，感觉这段应该会有动画的剧情。一緒に飲もうや。叫什么骚扰小姐？Come on.
リーか。ああ。あれから怪我の具合はどうや。ふん。お前、痛み忘れるコツ知っとるか。うん。がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らなわしらどこまでも追われるんやで。痛み感じとる暇ないわ。そうかもしれへんな。それよりお前、ここどないなっとるんや。あ、何のことや。このアパート、そこら中から見張られとるで。少なくとも4カ所から。よう気づいたな。お前、誠のこと隠しとんのバレとんちゃうか。いや、ずっと前から監視されとるんや。ここは俺の雇い主。お前の店の周りもやで。わかっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部や。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるのは俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザや。それが上に噛みついて下手打った。大阪で飼われとる今かて、いつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏は持っとるもんや。けどせやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんように。誰にもつけられんルート。ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな。もし尾行されたとしても、その隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し戸なんて仕込んどるん。せやから言うたやろ。誰にでも他人に。とにかくさっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらに来たヤクザなあ。そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや、そこを抜けたら。あと分かった。再玩一小段。好想玩到那个分石那边。今日もえらい疲れたの。早いとこマッサージしてもろうて。え、こいつ大丈夫。
冲到房去。餐厅可以进去吗？不行。这里呢 ？CP 交换所。全满，人能进食，想吃就吃。哎，一直冲刺不会感觉到疲劳感，我要点这个。哦，它是只能一个一个按上去的。哦，不能跳着，好吧。吃垮别人骗真用。申し訳ございません。申し訳ございません。おお。飲み物を買いに行っててすぐ戻るって。その封筒は知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。どういうこっちゃ。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？よう。早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、何なんやこの写真。まあ待てや。言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるでいい。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの下道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。
よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。ん？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい？的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認するのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何だ。一人ずつ殺そう。专业杀手。本当のこと言えや。お前は何者や。何とか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。何やと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。よう覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねや。半年前、わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎ巡ってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよったけど、そん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが。ああ、誠や。この子は未延命でわしの手探してな、ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとう繰り返して、わしはその小さいでどうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけか。はい。せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。うん。小さい時から病気がちでな、薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。
娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。太帅了。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、マジマ。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だ。はあ？極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん。言うてみ。話はしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度来る。せやったら腹決めて地獄落ちたらんかい。お前が俺の何を知っとるんやボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねえや真島。まことらしいな。我吃个补品。我快晕了。哦，他好猛！我靠，我的气胸被他打干了，是哪招？抓马扣都起来打，抓马扣都起来打他，甩他，还抽他沙发起来，把沙发拿起来。用了点血啊。哎呦，哇，这个咏春。哦，他各种破防哎。看这个怎么打？我靠！啊！抽家伙打你了。哎，这个后方耶，抓到了啊。后方的那一刀会有空的，哎呀！打到！
哦。哦哎呦，干什么呢？我去啊！我靠！我去！吃补品，我受不了了。哎、欸，给你几分面子，妈的，把我打得跟智障一样啊！他技暂停补血，哎，你又是一条好汉呐、啊！你他妈的！喝了两瓶补品再打赢他。待てや、マジマ。ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠のとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるも一人残らずぶっ殺したらな、なんやと。そんなできるわけや。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。
落魄的麻子吗？抓到哦，干！找个存档点。看起来超难，超难用，随时可以跟妈妈讲电话，那太棒了。对啊。通讯兵，嗯，呀得，咦，嗯，啊，今天就开台到这边，我靠，开有个久了。